それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で前回はちょっとまあ項目多いですけど、このようなことをやりました。主に符号なしの多倍調整数の表現とその加算のアルゴリズムということに扱いまして、その中で例えば符号なし多倍調整数をどう表現するかとか、あとそのアルゴリズムを記述するにあたって加算のアルゴリズムを記述するにあたって必要な CPU の機能の紹介ですとか、それから、あと多倍調整数の加算の原理を示した後で、あとそのアルゴリズムの表現の仕方ですね、疑似コードですか、制御コードについて紹介しまして、で、それを踏まえて、その符号なし多倍調整数の加算のアルゴリズムの説明をしました。で、今回は、その計算量という話をしていきたいと思います。まず、その計算量の概念について紹介しまして、それから、先週説明しました、その多倍調整数の加算のアルゴリズムを取り上げて、その加算の計算量の評価を行いたいと思います。で、まず、最初にですね、今日は計算量の話から入っていきたいと思います。で、計算量というのは、言葉を聞いたことがある人どのぐらいいますか？はい、はい、ありがとうございます。はい、プログラミングを少し本格的にやった経験のある人なら聞いたことがあるかもしれません。アルゴリズム の効率を測る上での指標の一つとなっております。で、その、アルゴリズムを作ってですね、それをプログラムに落とし込んで、計算機で実行する際には、そのアルゴリズムの、良し悪しというのが、プログラムの品質に影響する場合があります。例えばその同じ目的を達成するプログラムですね。例えばその皆さんよく使っている携帯電話のアプリですとか、それからその、パソコンのウェブのブラウザーですとかいろいろあると思いますけれども、あるいはワープロなんかでもいいですけど、そういうのを実行する際にその例えば、なんかある処理をこうしたときにこう例えば画面スワイプしようと思ったらいつまでも待たされるようではちょっと使えないわけですよね。で、なるべくならこういわゆるサクサク動いた方が皆さんにとっても嬉しいわけだと思います。で、それからともう一つは例えばその同じような機能を持つアプリでしたら、最近は計算機の性能が上がっていてメモリの容量も大きくなってますから、そのある程度少しメモリがプログラムの容量が大きくなっても入りますけれども、昔のスマートフォンですと、そのあまりアプリを詰め込みすぎるとこうスマートフォンのメモリがいっぱいになって入らないというようなこともありましたので、同じ機能を持つそのプログラムだったらば、メモリは少なめの方がいいなというふうに思ったりするわけです。ということで、その、プログラムの効率ですとか、それからメモリの容量っていうのが、その、そのプログラムの良し悪しを測る上での尺度の一つになり得るわけですね。で、そのプログラムの、その機能を決める上でも大きな要素としてこのアルゴリズムがありますから、その同じ計算をするアルゴリズムが複数あったとしたら、それはどちらかといえば早く計算できるアルゴリズムの方が嬉しいでしょうし、それから場合によってはそのメモリを消費が少ないアルゴリズムの方が得だというわけです。で、そういうわけでそのアルゴリズムの良し悪しをその比べる上でのそのをある定量的な指標の一つとしてその計算量というのがありまして、で、主にその計算量には2種類あります。で、今ですね、そのアプリはなるべく早い方がいいって言ってた話がこの時間計算量と呼ばれるものでして、でこれはそのある計算をあるアルゴリズムを実行するのに必要な計算のステップ数を表しています。それからもう一つはその同じ機能を持つアプリだったらなるべく容量の小さい方がいいって言ってた話がその空間計算量と呼ばれるものでして、でこれはそのあるアルゴリズムによる計算に必要な記憶容量のことを指します。で、この授業では主にその1番目の時間計算量を中心に扱いまして、でそのアルゴリズムの効率をですね
まあ、見積もるという上でのこの計算量について学んでいきます。いいでしょうか。で、ここでですね、その計算量の表し方として、最初の方の授業で、後でやりますと言ってた全近記法を使いますので、テキストを持っている人は、テキストの10ページも、同じ、同時に見ながら、見てほしいと思います。で、この計算量というのは、主にこういう形で、自然数から非負の実数への写像ですね、t という関数を使って表します。で、この入力がですね、この n というのに対して、この tn っていう実数をこう対応付けて考えるんですけれども、この入力の n というのが、入力のサイズと呼ばれる指標です。で、このサイズというのは、そのアルゴリズムによっていろいろ異なりますけれども、まあ、アルゴリズムによって、例えば数値の大きさであったりとか、それから数値の入力される、アルゴリズムに入力される数値の桁数ですとか、それからワード数、もしくはそのアルゴリズムに例えば一変数多項式を入力する場合には、その多項式の次数といったような、ある意味その入力のサイズを表す数値を入れます。でそれに対して、まあ、計算量をですね、ある関数で表すことで、この計算量の評価を行うということになっております。で、その計算量の評価ではですね、この全近記法というのが用いられます。全近記法は、まあ、微積分でですね、その数列や級数の収束発散などを見積もるのに、使ったので皆さんもご存知だと思うんですけれども、このアルゴリズムの評価にも微積分と基本的に同じ全近記法を用います。で、ちょっとどのようにですね、比べるか、アルゴリズムのその計算量を比較するかというのをちょっと例をここに出しました。で、例えばアルゴリズム2つあるとしましょう。あるいはケース、ある目的を達成するためのアルゴリズム1と2というのがあったとして、でその時間計算量を比較するとします。でそこで T1 というのをそのアルゴリズム、そうですね、ある入力のサイズ N に対するアルゴリズム1の時間計算量を T1 と表しまして、それから、T2 というのをそのもう一つのアルゴリズム2の時間計算量としましょう。でそこで仮にですね、その T1 っていうのがその N のある1次関数で表されたとします。で一方で、T2 というのがその N のある二次関数で表せるとします。ここでのその比例定数 A とか B はすべて正の値としましょう。で、こうしてその T1 と T2 を比べてみますと、これは皆さんすぐにお分かりだと思いますが、T1 が N の一次関数で T2 が N の二次関数ですから、N を十分大きくしていけばある時点で、その T2N の方が T1N の方を追い越すわけですよね。でそういう意味で、全近的に T1 の方が T2 よりもより小さいという評価ができるわけです。そうしますと、その全近的な評価で、この T1 の方がですね、T2 よりも計算量がより小さいので、まあ、計算量の上ではより優れたアルゴリズムであるというふうに判断することができます。まあ、こういった形で、その全近記法を用いて、その計算量を評価します。で、まあ、今の例ではですね、その計算量として N の1次式とか2次式といった N に関する多項式が出てきましたけれども、他の関数ですね、計算量に現れる関数としましては、こちらのスライドの T3 にありますように、N の指数関数が現れるようなこともありますし、それから、まあ、N のね、ですね、対数関数が現れるというような場合もあります。あと、他ですね、例えば皆さんが、これまで習った計算法ですと、行列式の小行列展開なんかですと、あれは行列の次元が N なときに、小行列展開による行列式の計算というのは N の階乗というオーダーになりまして、です N の階乗というのは非常に全期的には大きくなる関数ですよね。ですので、まあ、それは非常に計算量的にはよろしくないといったような評価をすることもあります。で、その時間計算量のその全近記法というのがありまして、でこれがテキストの定義
1.1 にありますので、テキストをお持ちの方はそちらも合わせてご覧ください。で、この全近記法には、皆さんが知っている記法もいくつかありますけれども、それ以外にそのコンピュータサイエンスでその用いられる記法もいくつかあります。で、ここのテキストでは一応5種類の記法が出ておりまして、で、このスライドで書いた順に上から、ラージオ、スモールオ、それからラージオメガ、それからラージシータ、それからスモールオメガといったような記法がありますが、まあ、これ全部覚える必要はなくって、基本的なものを多分2つか3つぐらい覚えておけば十分です。で、まず、じゃこれを一通り説明していきますけれども、まずラジオは、これは微積分で扱っているラジオと基本的に同じ定義でして、まあ、全近的常解と呼ばれるものです。で、まあ、定義としては、まあ、計算量として、N の計なんでしょう、入力サイズ N に対する関数、計算量 FN とそれから GN っていうのがあったときに、で、FN がまあ、オーダーの GN であるというような、そういう書き方をするわけですけれども、まあ、それがどういう定義かっていうと、ここにありますように、まあ、FN が O の GN であるとは、まあ、ある、定数 C とですね、それから N0、正の N0 が存在して、まあ、N が N0 以上ならば、この FN っていうのが GN の定数倍で、C 倍で上から抑えられるということを意味しております。ですので、まあ、全近的には FN と GN というのはまあ定数倍程度で上から抑えられるということを意味しています。で、2個目 のスモール O は、これも微積分で出てきたスモール O の定義と同じなんですけれども、これは FN が GN のスモール O のオーダーであるとは、まあ、2位の正の C ですね、それからあと、に対してある、正の N0 が存在して、で、N が N0 以上な場合であれば、その FN というのは GN の C 倍で抑えられる、上から抑えられると。で、まあ、これ言い換えてみれば、その、下のその極限の式にありますように、N が十分大きくなると、その FN は GN よりもずっと早く0に近づくということを意味しています。ですので、まあ、このような場合ですと、その FN の計算量がですね、GN の計算量よりも全近的にはずっと小さいということが言えます。で、次に出てきましたこのラージオメガというんですが、これは全近的加解と呼ばれるもので、その先ほど出したラージオを逆に下から抑えるような形の評価です。で、一応読んでみますと、FN が、まあ、GN のラージオメガであるとは、まあ、ある正の C とそれから正の N0 が存在して、で、まあ、N が N0 より大きければ、FN がですね、その C 倍の GN で下から抑えられるということを意味しています。で、4番目のラージシータというのは、これは実は、今説明しましたラージオとラージオメガで同時に上と下から抑えるという記法です。ですので、まあ、定義としては先ほどの、ラージオとそれからラージオメガが同時に成り立つような、まあ、正の数 C1 と C2 それから、N0 が存在するということを意味しておりまして、で、まあ、この図で見ていただいても分かるように、その N が十分大きくなれば、この GN のですね、定数倍で上と下から同時に評価できるということを示しています。で、最後のオメガは、これは、まあ、ある意味その発散するような発散の度合いを、まあ、全近的に比較したような形でして、で、先ほどのスモール O はその FN が GN よりもずっと早く小さくなるということを言っておりましたけれども、このオメガは逆にそのまあ F がですね、スモール F がスモール G よりもずっと早く大きくなると
ということを示した定義です。で、一応テキストにもありましたので、5種類の時間計算量の評価を紹介しましたけれども、今後よく用いるのは一番上のラージ O ですね。ですので、今後の計算量の評価もほぼラージ O の記号を使った全近的な評価を行います。ここまでいいでしょうか。